やいや、今日初めての場所ですでしょ。そうね。お、村さん、今お母さんも来てる。お母さんも。あ、お母さん。海の母、海の母、海の母って言われたんですね。お母さんの春休みってことだ。なんかタイトルがエロい。エロいやろ。お母さんの隣の晩御飯みたいな。難しいんですね、意外と。だから難しくしてません、釣りを。はい。あ、ピーちゃん。あ、ピーちゃん来た。ピーちゃん。お、早速ピーちゃんを呼んでおります。さすが海の母。ヒラメの今日のおまんじゅう、イエイ、映ってますね。でも本当四平さんって無茶なこと言いますよね。私の顔見て、おまんじゅうおまんじゅうって。じゃあちょっと開けてみますね。お魚まんじゅうってどんなんでしょうね。あ、圧がかかって開かない。ちょっともう一回。います？なんかサバじゃねえな。ちっちゃいアジみたいです。って、ね、あ、ママさんバレーみたいな。ママさんバレーみたいな感じ、いいですね。さ、え、本当ですか。あ、本当色が濃いですね。クラゲもいっぱいいますよ。春やけですね。もう来ました。お、来た来た来た。アジじゃないですか。うわー、来た来た来た師匠。来ましたよ、来ましたよ、とうとう。はい、ここに入れてください。師匠、あれ泳がせに使ってもいいですか。あ、いいですか。ありがとうございます。さあ、早速視聴にいただいたので泳がせを久しぶりにやってみたいと思います。うわ、元気だ元気だ。おお、これは元気だぞ。あ、ちょっと、おお、元気だ元気だ。おお、元気ですね。あ、来ました。ちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ。これ結構、よし、よし、来ました。ひらめちゃん来ました。おー、来た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 。おお、それ可愛いですね。アラカブちゃんですね。おめでとうございます。可愛いですね。これちょっとリリースですね。はい、大きくなってきてね。ちょっとひらめさん、こっちに投げさせてもらってもいいですか。でも左側に投げさせてもらいます。よー、見えないところに投げてます。壁のヘリから。おお、これが鳴ったら来ますからね。来ましたね、とうとう。隠し兵器。そうです、完璧でしょ。これは仕掛けも早いし、必ず釣れるやつですね。おお、いいですね。手を汚さずアジを調達。もう来たんじゃないですか。あ、来た来た来た。早いな。さあ、引きは早いな。うわ、来た来た来た。うわ、来た来た来た。おめでとうございます。お、来た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 。来ましたね、来ましたね。アジです、アジです。超早いっすよ。アジングとかやるよ、あれ段じゃないっすよ。それでスコンと、はい、抜けました。アジ来た。あんま釣りすぎないでくださいね。あ、マジですか。来たか、来るか。いや、逃げようだけですよ。お、お、チャリゴが釣れた。お、今年初のチャリゴじゃないですか。さすがっしょ。引くなと思ったら、アジングでからチャリゴ釣れました。真っ白やね、これ。真っ白ですね、綺麗ですね。ちょっとこう顔の横にお願いします。お、綺麗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 ですよ、ね。お、なんかあの、ね、釣りの雑誌みたい。ほら、あ、来た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 。大丈夫ですよ、ゆっくりゆっくり上げて。ほらほら、いっぱいいるじゃないですか。じゃ、おお、ちょっと、あ、いいサイズですよ。来た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 。あと、スポンと、よーし、着実に増えております。来ましたよ。おい、僕を呼んでる、僕を呼んでる。あ、来た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 。来ましたね。はい、はい、おめでとうございます。そうそう、堤防ポーターがこう頑張っております。
よし。必要ですもんね。必要ですね。ボラ見た人は釣れないですからね、今日一日。もう見らんほうがいいですよ。何このなんかこう、ヒラメさんとヨッペ君と俺のこの組み合わせ。いや、よくないですか。バスへのスナックみたいで。バスへの堤防。で、バスへの堤防。なんでまたカサゴ？それで。うわぁ、すげえカサゴに、サビキでカサゴ釣ります。カサゴばっか釣りますね。ですね。これカサゴゾーンかも。カサゴゾーンですね。ベラを釣ってないでしょ、でも。いや、私釣ったことないんですよ。もうひらめさんの名前やめたの。ママちゃん。え？ママちゃん。似合いますね。バナナでしょ？うん、お味が増えた。いつの間にか。いや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 。来た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 。結構活性が良くなってきますね。朝と違いますね。うわ来た。あいい味いい味。もう桃良くないですか結構。そうですね、もう5、6匹。ですね。あそれ炙ってかも。これ炙ってかも。美味しいんですけどね。持って帰ります。いやいやいいです、ちっちゃいです。あ、いい、ちっちゃいですか、はい、でもあんまり大きくないんですけど。あ、そうなんですか。来てませんか。なんか活発になってきましたよ。おー、清いじゃないと。これまだ味子だと思うんですけどね。見てみてよ、ペガ。え、味だらけですか。うわすごい。なんだこの余裕の味は。これなんですか。これ泳がせならんとやないですか。この余裕があったらならんね。下におらんっていうことでしょ。おらんってことやね。これ味おるけど、おりすぎ、いすぎ。ちょっとあのワーム投げてみてください。ワーム来た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 。ワームが来ました。どうでしょうどうでしょう。食うか食うか。いや食わないですね。見向きもしませんね。上向いとうのに。しかっぱ上向いてますよ。足踏み出した。はい、はいはいはい。うわー来ましたよ。また今日もありがとうございます。これなんかのお豆腐のチョコレートらしいんですよ。豆腐のチョコレートがあるんですか。お豆腐のチョコレートなのでなんかカロリーが半分らしいんですよ。じゃあいただきます。お豆腐のチョコレートいただきます。お豆腐らしいですよ。みんなお豆腐。ノー豆腐ノーライフって書いてあるよ。ティータイムですね。堤防ティータイム。コップ間違えないようにウサギさんか猫さんか選んでくる。そんな配慮までですね。コップ間違えないように。間違っても全然構わないですよね。僕はお猫ちゃんで行こうかね。今から行きますよ。ウサギさんホイップクリームじゃないですか。これそうです。ウインナーコーヒーですね。ウインナーコーヒーですね。来た来た来た。モリモリやん。モリモリ。いただきます。いただきます。ママちゃん、はい、ブリブリよこれ。ブリブリ。はい、いただきます。あ、美味しそうですね。本当ですね。美味しい。さあ、今日は泳がせ釣りは不調です。全く来ません。ひらめさん、これこんぐらいでいいんですか。今日は十分ですね。あ、十分ですか。ここはですね、色が違いますね。美味しそうですね。泳いじゃってますね。じゃあこれがひらめさんが何の料理をするのかな。じゃあ、ひらめ家にお邪魔してよろしいですか。どうぞどうぞ。お邪魔します。ひらめの今日のおまんじゅう。てか、四平さん、人の顔を見てね、おまんじゅうおまんじゅうって何か作ってくださいよって。お魚をね、メインにおまんじゅうってどんなの作ればいいんですかね。とりあえずちょっと作ってみましたので開けてみます。それでは行きますよ。それー、わー、湯気がすごい。今日はアジでおまんじゅうを作ってみました。冬になると、あら、冬になると食べたくなるおまんじゅうですけど、どうですかね、夏に。食べたいですかね。よく冬には作るんですよね、この肉まん。もちろん側から作ります。蒸す時間も合わせるとそうですね。50分ぐらいかな。50分ぐらいでできます。今日釣れた味が入ってます。ちょっと中身を割ってみますね。じゃあ割ってみますね。美味しくできたかな。中にはね、今日釣ったアジが
入ってます。あち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 。うわ、お汁がすごい。いきまーす。それー、これ肉まんの方か、やったかな。これ肉まんの方だ。これ失敗。よし、じゃあ一つ割ってみましょう。美味しくできたかな。うわ、すごい。おつゆがたくさん出てますね。割ってみまーす。それー、あれ、これも違うじゃない味がおらん。ちょっと待って、これ違う。え、どれ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 、これ 1,2,3 やろ。これとこれは違うとして、これ味じゃん。いや、違うよね。あれ、どれが味。いや、これも違うよね。いや、皮も入れたっちゃうね。あれ、どれが明るくなった、これかな。じゃあもう一回もう一回。はい、じゃあ割ってみまーす。美味しくできたかな。あちゃ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 あ。お汁がいっぱい。せーの、それー。わ、ほらほら、味味。味まんじゅー。味まんじゅーでーす。ちょっと冬場、寒くて湯気がふわーっと出ると本当に肉まん食べたいなと思うんですけどね。どうですかね、夏に。おまんじゅう。味まんじゅうです、今日は。中にはですね、今日はアジと、それからニラ、玉ねぎ、生姜などが入っています。で、ちょっとアジの量が足りなかったので、いくつか本当に、豚まんの要領で作ったのが3個ほど入ってまして。なんかロシアンルーレットみたいになってしまいましたけど。今からじゃあ美味しく食べたいと思います。息子たちと一緒に。味まんじゅうでした。